男と女がね、結婚相手として評価されるポイントは違うっていうのを頭に置いといてください。最近はバリキャリ女子がモテる波がどんどん来てるって私思うんですよね。婚活アドバイザー狩谷正弘です。婚活アドバイザーの豊田です。せーの、結婚物語チャンネル。今日はバリキャリ女子が婚活で成功するにはというテーマについて話していきたいです。バリバリキャベツ食べてるような感じ。違いますね。バリバリキャリアを積んでいる女性のことをバリキャリ女性と言いますね。まあ、年収が高めだったり、仕事内容が結構ハードだったりっていう方がバリキャリ女子に当てはまるんじゃないですか。かなり増えてると思います。バリキャリ女子の結婚を成功させるためのお話をしていきたいと思います。はい、ぜひぜひ。まず一つ目、よく言われがちなバリキャリ女子はモテない、これね結構言われがちなんですけど、女性の方もね、それが原因だと思ってる人がいて、年収が高いから私のだから男性に惹かれちゃうんですみたいな方がいるんですけど、これは本当なのかと。正直ね、最近はバリキャリ女子がモテる波がどんどん来てるって私思うんですよね。だってもう税金は増えるし、物価は上がるし、特に東京周辺は家賃がバリ高なので、もう共働きじゃないと生活できないし、子供も持てない時代、女性が稼いでくれる方がありがたいっていう男性はめちゃくちゃ増えています。2013年の10月のデータによると、350人の男性にアンケートを取った時に、はい、自分と同じぐらい稼いでくれる女性がいいと答えた男性がなんと半数以上だった。だからバリキャリ女子がモテないっていうのは嘘なんですね。もう今の時代では、昔はそうだったかもしれないけど、今はバリキャリ女子の方がモテる時代になってると。そもそもね、バリキャリ女子が結婚したいって思うのは同じようなハイスペ男性だと思うんですよね。昔のハイスペ男性っていうのは、若くて可愛くて家事ができる専業主婦っていうのと結婚することがほぼほぼだったんですけど、でも最近のハイスペ男性っていうのは、稼ぐ女性とか賢い女性とか自立した女性っていうのを希望する人が圧倒的に多くなってきて、うちでもね、5年前って女医さんとか女の弁護士さんへの申し込みって少なかったですよね。でも今めちゃめちゃあるんですよ。やっぱりちゃんとしてる、働いてるっていうところがすごくね、公務員の女性も人気だし、とにかくね、ちゃんと手に職があってそれなりの収入を稼いでいる人っていうのは、やっぱりね、男性陣から人気の傾向にどんどんね、そういう波がやってきた。バリキャリ女性にとっては、昔より今の方がモテる、結婚しやすくなってるチャンスの時代なはずなんですよ。しかしそんな中で、私はバリキャリだからモテないって言ってる女子がいる。これはなぜなのか。実はですね、バリキャリ女子にもモテる女子とモテない女子がいる。そうなんです。ちょっと今からなぜバリキャリ女子はモテと非モテに分かれてしまうのか、そんな話をしていきながら解決策を訴えていきたいと思います。2つ目、モテるバリキャリは若い女子、ここからはね、ちょっと若くないバリキャリさんには辛いかもしれないんですけど、後でね、ちょっと上げる話もあるので今は耐えてください。率直に今の婚活状況を伝えると、バリキャリの場合、若いバリキャリ女子はモテて、若くないバリキャリ女子はモテません。これもう事実としてある。もちろんね、若い方が男女との婚活は有利なんですけど、この話はそんなに単純ではないんですね。そもそも女性っていうのはバリキャリに関わらず、みんな自分以上の年収を求める人が多いんですね。子供を産んだらやっぱり働けなくなるから、男性にどうしてもある程度の年収を求めちゃう。例えば25歳でバリキャリでも、自分以上の年収の男性を探した時に、25歳だったらたくさんいるわけです。イケメンだったらね、7つ上、32歳ぐらいまでだったらギリいけるわっていう女性も多い。選択肢がね、いっぱいあるわけで、自分より年上の人がまだ独身の人いっぱいいるから。ところが36歳のバリキャリ女子がいたとします。36歳で自分以上の年収、バリキャリ女子が自分以上の年収って言ったらハイスペ男性ですよね。36歳のハイスペ男性ってそうそう残ってないんですよ。年収が高い女性は別にいっぱいいるんだけど、年収が高い男性は独身ではほぼほぼ残ってない、刈り取られてる。結婚しちゃった。そうなんですよ。36歳の女性だったら、多分ね、婚活って考えた時に、会える男性って、例えばエッチだけするとかだったら全然若い人とも会えるけど、アプリだったらね、婚活っていう立場で男性も会うってなってくると、やっぱりね、36だったらアラフォーぐらいとマッチングすることが多いんですよ。その年齢で残ってるハイスペ男性が少ないので、ライバルとの激しい戦いが繰り広げられてくる。
男性が結婚するもう本当に中央値って27歳とかなので、27歳で普通の男性が一番結婚してるって考えた時に、じゃあハイスペ男性って27どころじゃなくね、唾つけられてるっていう人が多いので、やっぱりね36歳バリキャリとかで婚活を始めると残ってる自分以上の男性が少ないから、そこでライバルとの激しいバトルになるっていうのはあります。でしかもアラフォーで婚活しているハイスペ男性ってどんな人になった時に2パターンになってくることが多いんですよ。まず一つ目が女性からあまり人気がなかったひもて男性、二つ目が人気はあるけれど女性に結婚を迫られても結婚しなかった結構高望みで選び抜きたい男性ってなってくると、バリキャリ女子って周りがバリキャリ男性で結構やっぱ稼いでて見た目も良くってコミュ力も高いみたいな人が多いから、モテなかったハイスペ男性って生きづらいんですね。じゃあもう結婚を迫られても結婚してこなかった高望み男性に行きがちなんですけど、そうなってくると相手は高望み男性だから、そんな同年代の女性と結婚したいなんて思ってない、なんだったらね自分年収あるし10歳ぐらい下の女の子がいいわって思ってるから、ここでもやっぱりね厳しくなってくる。なのでこれがねバリキャリ女子が遅くから婚活を始める上ですごい辛いところ。例えばね年収300万の35歳の女性が自分以上の男性がいいなって言ったら、同年代でも山のようにいるわけで、35歳で年収300万以上の男性なんか山ほどいる。ところが年収700万の女性が年収700万以上の35ぐらいの男性がいいってなった時にかなり厳しいぞっていうのがあるので、やっぱりバリキャリ女子は早めから始めた方がいいかな。普通の女性よりも早めから始めないと自分が希望する男性自体がもう売り切れてしまっているっていうのが普通の女性よりも厳しいところ。やっぱりねもちろん出会いがなかっただけの素敵な男性もいるけど、ミドサー以上の女子が5歳差以内のハイスペ男性を狙う場合、相手はもう5歳より若い女性とお見合いがマッチングすることも多いので、例えば自分は若くないバリキャリだけどライバルは若い美人のバリキャリとかだったりすると、これ勝てねえぞってなってくるので、別に年収が低い若い人がライバルじゃないんですよ。バリキャリもライバルになってくるんです、自分より若いバリキャリがね。そこがやっぱり厳しいところかなと思います。若いうちにした方がいいっていうのはもう一つあって、若い男性になればなるほど男女平等が身についてるんですよ。なので共働きで自分も家事育児負担してっていうのを考えてくれてる。ところがやっぱ高齢になればなるほど女は男を立てるものっていうイメージが強いので、20代男性はバリキャリ女性大歓迎なんだけど、40代の男性はバリキャリで家事育児あんまやってくれないんだったら、まあ料理上手なパートの奥さんでもいいかなみたいなところは正直あるので、バリキャリ女性は若いうち、できれば20代、もう遅くても32歳くらいまでには婚活を始めるのがベストではあります。もちろんねバリキャリのミドサーとかアラフォーでも幸せな結婚をしてる人いっぱいいるんですが、自分と同レベル以上で年が近い男性と結婚したいって思う場合は少し早めにね婚活を始めた方がいいと思います。ここで終わると石を投げられそうなので、その続きが聞きたい、はい、今も俺の頭に浮かんでることよね、はい、年齢が高めのバリキャリの人はどうしたらいいか、ね、そんな10歳上とか15歳上狙うしかないんかとか、ね、逆にめちゃめちゃ低収入の人狙うしかないんか、じゃあダメじゃんっていうか今活動始めたのに仕方ないじゃんって思ってる人もいるから、うんうん、それをどうするかだよね。そうですね、最後に、はい、その話もしたいんですが、うん、その前にね、うん、3つ目ありがちバリキャリ勘違いをお伝えしていきたいと思います。それは早口言葉、ありがちバリキャリ勘違い、はい、早口言葉みたいですね。婚活がうまくいかないバリキャリ女子は必ずこういうこと考えてなっていう、大体これだなっていう典型的なパターンがあるんですよ。ある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 、ああ婚活に苦戦するバリキャリ女子あるある、うん、これちょっとね違うぞっていうのをお伝えしていきたいんですが、それが何かっていうと、自分の会社周囲にいるような男性が自分に釣り合う相手だと思っている。あー、これね、女性と男性はモテのルールが違うっていうことを頭に叩き込んでほしいんですよ。もちろんね、同じ年齢の女性がいっぱいいたら男性はその中から年収が高い女性を選びます。でも年収が1000万で普通の顔の女性と年収が300万で好みの顔の、ね、女性がいた場合、ほぼ全ての男性は後者を選びます。
なぜなら男性は結婚したいって思う人は子供を希望している人が多いから。年収に自信がない男性だったら子供を育てる自信がないからって希望しない男性もいますけど、高収入のハイスペ男性の場合は45歳くらいまではもちろん自分が養える力があるの で結婚相談所まで入って活動しているハイスペ男性はほぼほぼ相手に子供を産んでほしいって考えている人が多いですね。そうなると女性は産前産後は働けないですよね。ハイスペ男子はバカじゃないのでね、バカな男子だと子供産んだらすぐ働いてとか言うんだけど、ハイスペはそんなバカじゃないから、子供産んだら女性は働けなくなるなっていう、自分が頑張って働かなきゃいけないなっていうのは大体分かってるんですよ。そうなると女性側に大黒柱になってもらうのは難しいなっていうのはハイスペ男性にはあるわけですよ。そんな頭が悪くてね、女性が子供を産んでも同じだけ正社員で働き続けてくれて稼ぎ続けてくれるって思ってないから、ハイスペ男性は。じゃあ女性側に大黒柱になってもらうの難しい時に、年収をめちゃめちゃ重視して選ぶっていうのはちょっと男性側としてはあんまりねコスパが良くないわけですよ。もちろん年収の高さっていうのはある程度知性とか体力ともね連動してるところがあるので、もちろんねハイスペ男性も年収が高い女性の方がいいのはいいんですけど、結局大黒柱になる定年まで一度も休まずに働くのは自分なので、女性の年収に全振りで選ぶっていうのは難しいですね。ハイスペ女性は男性が稼いでいれば顔が散らかっていても好きになるっていうことがある。多少顔散らかっててもね、稼いでて頼りがいあったら好きになるっていうのがあるんだけど、ハイスペ男性が顔が散らかっててタイプじゃなくてそれで稼いでる女性を好きになるってことはほぼほぼないです。もう私は一見も見たことない。所長あります？顔が忙しい子はいるよ。顔が忙しい子ってどうですか？顔が派手な子、美人な子はねいるけど、散らかってってなったらいないな、うん、そうなんですよね。年収が高ければ顔が散らかってても好きになるっていうハイスペ男性はほぼいないと思ってください。あくまで大黒柱は自分なので、ハイスペ男性は女性の稼ぎを最優先にはしません。この女性のために頑張ろうと思える好みの外見だったり、この人が家にいたら癒されそうだなって思える性格だったり、子供がたくさん産めそうな若さの方をやっぱりね、年収も大事なんだけど先にそれを優先しちゃう。何人かに絞ってそこから稼ぐ女性を選ぶっていうのはあるかもしれないけど、外見や性格や若さが基準に達してなければ稼ぎだけで女性が挽回するっていうのは不可能です。だから自分は稼いでいて高学歴だから稼いでいて高学歴の男性と釣り合うっていうのはちょっと違う。男と女がね結婚相手として評価されるポイントは違うっていうのを頭に置いといてください。例えばね、年収100万の20代イケメンが俺は美しいから同じように若く美しい女と結婚できるって思っていたとします。で、実際には若く美しい女性は年収100万のイケメンよりも顔がね、まあ普通でもややイケメンぐらいのお金持ちと結婚することが多いんじゃないでしょうか。そんな感じで男性と女性は見るポイントが違うんだよっていうのを覚えておいてほしい。ここが分からないとバリキャリの婚活は本当に苦戦します。多くの男性にとって女性の年収はもちろんあれば嬉しい要素だけども、見た目や若さや愛嬌の方がずっと重視される。それを頭にしっかり置いて、年収すごいのよって、私稼ぐのよっていうよりはやっぱり外見とか愛嬌を頑張るっていう方が選ばれやすくはなります。それでは最後に4番目、待ってました、はい、33歳からバリキャリ女子はどう戦うっていうことについてお話ししていきたいと思います、はい、あくまで令和6年に私が個人的に感じることですが、バリキャリ女子の婚活が普通女子より圧倒的に楽なのは20代、ギリ32歳まで。20代やアラサー男子は稼ぐ女性に対して歓迎ムードが大きいけど、やっぱり33ぐらいから女性が稼いでてもそんなに関係なくなってくる。じゃあ33歳以降のバリキャリ女子はどう戦えばよいのか、ちょっとボリューム上げて、はい、ここから大事よ。今から言う3つを守ってください、はい、まず1つ目が見た目に最大限課金、2つ目が自分から申し込む、3番目が自分からデートプランを提案。この3つをねとりあえず守っていってください。まず見た目に課金からいきます、はい、バリキャリ女子はお金があるので正しく美容に課金できるなら、もう普通の女子よりもね服もいっぱい買えるし、見た目を若く美しく保ちやすいです。服はもちろん美容院も3週間に一度行ってトリートメントまでしてもらってきてください。歯のホワイトニング、脱毛、美容医療なんかも年収300万の女性がね、じゃあ全部今から婚活始めたからやるぞっていうのはかなり厳しいけれども、バリキャリだったらお金に余裕があるのでその辺ねちょっといけるはず。次に自分から申し込む、
でバリキャリ女子がいいなと思う人は基本みんながいいなって思う年収を稼いでいることも多い。さらにね、バリキャリ女子の周囲って清潔感にあふれた男性が多いこともあるので、そうなってくると年収も良くて婚活の市場では清潔感も他の人よりかなりいいっていうね、見た目も年収も何だったら学歴もみたいな全部揃ってる男性行くことになるので、かなりねライバルが強くなってきます。なので申し込みを待ってたら絶対マッチングしません。男性っていうのは女性と違って自分に好意を持ってくれてる異性にジャッジが甘くなる生き物なんですね。例えば女性は自分がね40歳までって言ってた時に41歳のねおじさんから申し込み入ってた時に上やんけってすぐ切ると思うんですけど、男性は一回ねこの人自分にちょっと好意あるやなってなると一回読むんですよ、プロフィールを、うん、そしたらあれ趣味一緒やんとか顔結構好みかもっていうので刺さる場合もあるので、なのでね女性は絶対自分から言った方がいい。多少希望年齢より上でも多少気が強そうでも自分のこと好きかもという一点で男性はねちょっと可愛いかもって思ってくる。ちょっと単純な生き物が。でもあるそれは。自分からは絶対申し込まない女性でも申し込まれたら一回やっとくかみたいなのは男性があるので、あるある、そこでお見合いでねグッと心掴んでしまえば彼の希望条件から外れていてもいけるっていうことは女性にはあるあるなんですよね。男性にはあんまないんですけど、ダメ元とか会えればラッキーっていう気持ちでいいよね、ある気持ちで、うんうん、私なんかとかおこがましいとか言って申し込み押さない人いるけど、うん、相手決めることだ、ね、そうです、相手が決めることなんで、うん、もうバンバン言ったらいいです、うん、男性はね女性と違って希望じゃない人から申し込まれた時にうわこんな人から申し込まれたもう俺婚活やめようとかないんですよ。ないあんまり気にしてない男性は、いっぱい申し込み来たら嬉しいっていうのが男性、 いらん人から申し込み来たらうわもう無理やってなるのが女性、うん、なので女性からは全然言っていいし、明らかにあかんと思ったら相手の仲人さんがポチッと止めたりするので気にせず言ってください。だから、ね、ガンガン言って、男性なんかお申し込みもらうって言ったら女性からラブレターもらったような気持ちにぐらいなってる。アホやな俺。いやいやいや、その男性、男性ね、いやでも可愛いとこですよね。そんな誰と、あ、誰か可愛いな、俺に好意持ってくれてるぐらいに思ってるから、みんな可愛いな、もう、うん、押さないと。そう、押して押しただけでね、うん、向こうのジャッジ甘くなってるんで。これで結婚決まってこの YouTube いっぱい宣伝してよって感じ。本当にできればね、自分から申し込む時には落としたいハイスペ男性がやってそうな趣味をプロフィールに書いておくといいかも。趣味の一致結構ね、男性って女性よりも趣味一致してるところを見るので、うん、だからあんまりね女性だけが楽しんでる趣味ばっかり書いてるよりは自分が申し込んだ時に受けてもらえるのは男性がやってる趣味書いてる子の方が申し込み通るんで、そこはちょっと注意してほしいかな。はい、ということで最後にね、自分からデートプランを提案っていうのもちょっとね頭に置いてください。もちろんね最初は様子見て相手がプラン決めるの好きそうな男性だったら任せるのもあり、自分一人としか会ってないような男性だったら時間もあるだろうし、ただバリキャリ女子がこの人いいなって思う男性は基本ね人気の男性なんですよ。そうなってくるとやっぱりね人気やからいろんな人と仮交際してるし、いろんな女性にデートプラン立ててちょっと疲れてるっていう男性も多いわけですよ。そんな時にここ行きたいって、私店も予約しとこっかって言ってくれるような女子が出てきたら、それはめちゃめちゃありがたいし、助かるって感じ。そうで、他の女子よりも会うコストが少ないから、うん、私の喜ぶ店で選びなさいよって、ちゃんと、まあ、私がジャージするからみたいな女子よりもやっぱりね会ってもらえる確率ってすごい上がるんですよ、うん、なのでぜひねデートプランを提案はやってみてください。はい、最後に、はい、バリキャリ女子はね、はい、つい自分と同レベル以上の相手、さらにねそこに顔面も乗せて探しがちな人が多いんですけど、最後にねこんな話もちょっとしておきたいなと思います、はい、自分より年収が低い、なんならもう自分の半分以下とかの男性と結婚するケースもあったんですよ、うん、年収1200万の女性が年収500万とか、年収700万の女性が年収300万の男性と結婚するとか、これってバリキャリ女子が最初に希望しがちな同年代で自分以上とはちょっと違う形なんですよ。でもそれがね、やっぱ相手どんな人ってなったら、実は年下で結構イケメンだったりとか、もうバリキャリ女子が仕事を思い切りできるよう家事をサポートしながら働いてくれる男性だったりするんですよ。ハイスペ同士でどちらもね人にすごいと言われたいタイプの場合、
男女で張り合ってうまくいかないケースって結構あるんですよ。やっぱハイスペってね、我が強いから稼げてる部分とかも絶対あると思うんで、我が強い者同士でうわーってなってることもあるんですよね。なので女性の中でね、自分が上になった方が楽とか居心地がいい、相手に対してすごいってやっぱ言える人をハイスペ男性求めてるけど、自分はすごいって人に言うよりも、いやすごいねって言われる方が好きっていう女性は、もしかしたら同レベル以上じゃない結婚に幸せがあるかもしれないので、婚活にね苦戦してるバリキャリ女子とか、同レベル以上の男性に会えるんだけどいいなって思える人がいないっていう女子は、ちょっとね年収自分より低い人とも会ってみると違う世界が見えてくるかもしれません。それいいね。はい、ということで今日バリキャリ女子の婚活についてお話ししました。道あるじゃん。あります、いろいろ ね、いろんなタイプがいるので、もちろんねすごいイケメンで年上の稼ぐ人と結婚したバリキャリ女子もいるし、年下のね、優しいイケメンと結婚した、そんな稼いでないけど居心地よくて ね、仕事とかプライベートに集中できる環境を作ってくれる男性、そうですね、もう会ってみてもいいよね。いいと思います、はい、いいと思います。はい、はい、ではこの動画が良いと思われた方はチャンネル登録、コメント、いいねをよろしくお願いします。はい、結果物語チャンネルは毎週木曜日6時から更新されてます。それでは皆さん、また来週もお会いしましょう。さようなら。婚活物語違うコメンテーター違う婚活アドバイス